はい、皆さんこんにちは、パンダスタジオの中村です。今回はですね、JVC の KYPZ100 の使い方、IP アドレスについてね、補足講義になります。先ほどカメラを設定するときにですね、IP アドレス、これを設定してくださいというふうに言いました。はい、でその時にですね、まあ、IP アドレス、これを入れてくださいみたいな形でしたけども、じゃあですね、IP アドレスってそもそも何なのっていうことをまあ簡単にご紹介したいと思います。はい、IP アドレスというのはですね、通信を行うための1位の住所、1位というのはまあそれしかないということですね。例えば、そのネットワーク上に 192.168.0.3 って言ったらこのカメラしかない、 192.168.0.4 って言ったらこのカメラしかない、2って言ったら、これしかない、このコントローラーしかないというのを1位という言います。とにかくですね、例えば2番に信号を送ってくださいって言った時に2番がいくつもあったらどれに信号を送っていいか分かんないですよね。なので1位、こいつしかいないよというのを1位と言っています。で、 IP アドレスというのは必ず1位にしてくださいということですね。同じネットワークの中で1位です。で、 IP アドレスというのは、例えば先ほど付けたカメラには 192.168.0.3 という形でした。なのでですね、なんとか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 、まあ、XXXX みたいな形でですね、3桁の塊4つで構成されています。で、この3桁の数字には、例えば999とかっていう数字は入りませんで、0から255までの数字が入ります。もう一つですね、覚えておきたい言葉にサブネットマスクというものがあります。サブネットマスクというのはネットワークの範囲を決めるための数字、まあ、ものですね、値というか、まあ、設定のことです。これはネットワークの範囲を決めるっていうとちょっと分かりづらいかもしれないので、まずですね、これさっきね、さっきも IP アドレスとこのサブネットマスクを設定したんですけども、この2つがないとどこからどこまでがその範囲かわからないというので、必ずこれは IPv4 においてはセットで設定します。で、範囲ってつまりどういうことっていうことなんですけども、IP アドレスのところでこういう0から255までの数字が入りますよと、でその塊が4つですよというふうに言いましたので、こういうですね、0から255までの数字が入るなんかこう容器というか入れ物というものを想像してください。でサブネットマスクでマスクをしてしまうんですね。マスクをしたところは固定という形で、なのでこの255255255の0っていうことであったら、こういうふうに255255255ね、255まで3つは全部蓋をしてあって、ここの0だけ自由に使えますよっていうことになります。なので192.168.0.4 で255255255の0のネットワークだとしたら、192.168.0の1とか2とか3とか、まあ、こういった数字が得られるという形になります。じゃあですね、ちょっと考えてみてください。サブネットマスクが255250の場合は、まあ、先ほど言ったように 192.168.0.1、192.168.0.3、0.4というのが、まあ、同じネットワークになりますよということですね。はい、ではパンダスタジオの上の2階のネットワークは 192.168.0 ではなくて100の0です。でサブネットマスクが255255250の場合、このカメラとコントローラーを設定するとしたら IP アドレスは何番にしたらいいですか、ね、このカメラを同じネットワークに設定するとしたら何番になるでしょう。まあ、簡単ですよね。はい、思い浮かべてみてください。はい、分かりましたか。はい、まあ、簡単です。はい、例えば192.168.100.3、あ、一番そっち1000になってますけど100です。100.3、100.4、100.2ね、これが正しいネットワークになります。はい、一番向こうのカメラ1000になってますか、間違いです。はい、でこれは3と4と2っていうのは、ここはもう何でもいいです。例えば100の100でも100の1でも100の255でも構いません。はい、ただ、あくまでも1位なネットワークなので、上野のスタジオにはですね、まあ、他にいろんな機材がありますので、どういった IP アドレスで設定していいかっていうのは、そこにいるネットワークの担当に聞いてください。まあ、このようにですね、同じネットワーク、IP アドレスとサブネットマスクというのはこういうものですよという話ですね。IP アドレスに関しては別の講義でもうちょっと詳しくやっていきたいと思いますが、まずは IP アドレスとサブネットマスク、こういったものだよというふうに理解をしていただければと思います。